I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. 皆さんこんばんは、水野優香です。今日はちょっと前にご紹介したダイソーの購入品で DIY したいって話してたと思うんですけど、今日 DIY をやっていきたいと思います。今日ね、夜に仕事の関係の忘年会があるので、それまでに完成させたいと思います。では見てってください、どうぞ。今回ダイソーで買ってきたアイテムがこちらになります。一つ目はこちらです。ワイヤーネットのオフホワイトです。約80cm×29.5cm の白いワイヤーネットになります。値段は200円の商品です。横幅がなくて縦に長いところが玄関のデッドスペースにちょうどいいなと思いました。しっかりしたワイヤーでオフホワイトという真っ白な感じです。このように白い壁でかけたら馴染んでいいかなと思って、今回はこれを購入してきました。今回 DIY で収納を作りたいと思っているのがこの玄関。入ってすごい、うちって玄関狭いんですよ。でこんな感じなんですけど、ここにね、大容量のシューズボックスはあるんです。だけど全くこう飾り棚とかがなくて、この横にデッドスペースがあるので傘を置いてます。でここの傘の上、ここにねワイヤーネットで収納ができたらいいなと思ってて、今回頑張って DIY をしていこうと思います。
1×1 失敗しちゃったなと思ったら、こういう穴埋め剤っていうのが売ってるので、これをここの穴にこのようにしてつけて、でこれを専用のヘラで埋めると目立たなくなります。もうちょっとかな、はい、この専用のヘラで優しくなぞると全然目立たなくなります。サングラスを。サングラスはすごく見やすくなりました。で、その上に冬は必須の手袋、そしてこういう UV 関係のアイテムだったり、あと虫除け、置きたかったので置けました。あとはこういう静電気のやつとかもここに入れたり、靴の防臭スプレーもここに一緒に入れちゃいます。あとは革靴を洗うもの、磨くものかは、はい、こういうブラシとかこういうのね、ここに置いて、あとはこの私の折りたたみ傘、これをここに入れとこうと思います。玄関に置きたいって思ったものがすっきり置くことができました。いい感じです。
結局始めて2時間ぐらいかかっちゃいましたけど、すごく簡単に設置することができました。なのですごく満足です。さてね、皆さん年末のお掃除の時期なのでいろいろ大変だと思いますが、参考になったよって思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。